大いなる力がそこにある。宿命を刻まれた者に与えられる終わりのない快感、そして破滅。ウィッチブレイド、今一人の女が目覚めた。さーて、どっから聞けばいいのかっつうぐらい盛りだくさんなネタだなあ、政宗さんよ。今度はとぼけんのはなしだ。お願い、明日にして、リホコがいないところで。ま、いいけどさ、このままドロンすんじゃないだろうな。初めて手に入れたうちはあんたなんかのせいで手放す気はないわ。明日楽しみにしてるぜ。リコってば、頑張って片付けてくれたんだ。ん？もうお店終わり？私が起きてる間は営業中だよ。カルアミルクお願い。ガキだね。好きなのよ。いいじゃない別に。あんた何でも屋とか言ってるけど、一体何をしてんだい？一晩もあんな子供を一人にしとくなんてさ。何でも、あの子と一緒に暮らしていくためにはね。ま、あの子はあんたよりよっぽどしっかりしちゃいるけどさ。そうなのよね、父親にってことかな。旦那はどうしたんだい？さあ、覚えてないから。覚えてない？私、大震災より前の記憶が全然ないのよね。母子手帳がなければ名前さえわからなかった。まあ、覚えてもいない旦那に出てこられてもちょっと困るし。あの震災で何かを失った人間は多いさ。あんたの記憶もその一つってわけだ。うん。それいい写真ね。戸沢の坊やが撮ったんだよ。あ、あいつが？そう、せっかく私が目かけてやったのにさ、くだらないスクープネタばっかり追いかけちまって。そうなのよ、本当に。一体何なのよあいつ。にん、あー、ずるい。政宗ちゃんと飲み会すんなら声かけてよ。父さん、私の名前は。で、政宗ちゃん何飲んでんの？あ、じゃあわしのボトル芋焼酎。何がわしのボトルだよ。人んちの酒に勝手に名前書き込んでさ。まあまあいいじゃないの。ナオミボ、こっち座って。いつものホットミルクでいい？牛のおっぱい汁。はい。おー、マイケル、ちょうどいいじゃん。飲もう飲もう。おー、今日はオールナイトでビバー。やー、一つ出た、ほいの、よった、ほいの、ほい。おぉ、戸沢ちゃん、一緒に飲もう。ねえ、え？いや、今日は遠慮しとくわ。何よ、飲めないの？どういうことよ。どうぞ。お前な、明日の約束忘れんなよ。やだやだやだ、一緒に飲まなきゃ。やだやだやだ。なんだ、お前。お、いや、マイケル、今日は。お、寝ちゃったよ。わかったよ。わかるわかるよ、その酔いたい気持ち。ガンガン行くわよ。お、いいねいいね、政宗ちゃん。あの調子でガンガン行くぞ。ファーザーからのメッセージをお伝えします。鈴木しおりについては悲しみを禁じ得ない。なぜこのようなことになったのか調査と報告を期待する。ウィッチブレード捕獲についても同様。なお、ファーザーはレイナ様から何ら現状の説明がないことを大
多少ご不快に感じてらっしゃいます。ではまたかよ。ヤニくせえのは店の品位にかかるからな。はい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 。お願いします。ん？言ってください。誰？星に願いを。私の案があなたに届きますように。ちゃんと考えて飲まなきゃダメって言ったでしょ。途中までは考えてたんだけど。しょうがないな。今日スーパーの大安売りに行くからお薬も買ってくるね。あ、ありがとう。どうぞ。空いてますよ。おい、正宗、ね、約束だ。話してもらうぞ。何のこと？とぼけんなよ。なあ、一体何が起きてんだ？お前が変わったあれは何なんだよ。聞いてどうすんのよ。決まってんだろ。こいつはとんでもないネタだ。買い手はいくらでもいる。見せ物にするってわけ？もちろん金なら払うぜ。何のことか分かんないわね。ああ、あんたの話してること全然わかんない。ん？おいおいおい、こんだけはっきりした証拠があるんだぞ。今さら白きんのかよ。それ私じゃないもの。お前今さら。全然知らない。何のことかさっぱり。てめえ知らない。おお、私じゃないし。また食っからな。あん？新宿区中央ビルでマル Q 発生。4機捜マル3は至急現場に急行。通報者および発見者を確保。また来たぜ。いい加減にしてよ。お前何でも嫌だったよな。仕事の依頼だ。しっかり俺の取材手伝ってくれ。ギャラさえ払えば問題ないよな。もちろん。昨日までピンピンしていたそうです。どうやって一晩でこんな。手口は違うが一連の山とどっかに出やがる。同じ犯人ってことですか？そうとは限らねえが。被害者の線で繋がりそうだったんだな。うわ、ひでえ。はまた怪物の仕業かもしんねえよな。俺はこういうありえねえ殺人事件をずっと追っててな。どうにか手がかりらしいものを掴んだ時にお前のあれを見たわけだ。何が起きてんのか絶対突き止める。父さん、どうやってそこ入った？中田刑事こそ、またこんなところまで出張っちゃって。所轄の刑事さんたち迷惑そうっすよ。うるせえ、もう一度ぶち込まれちゃうのか。うった、それはまた今度。今の中田刑事ってのが俺が追ってる事件担当してるデカだ。
まあうるせえ親父でさ。今みたいな写真撮って売るの？悪いか？偉そうなこと言って、そんなことして楽しいわけ？お前はどうなんだよ。楽しいのか？知らないって言ってるでしょ。あ、そう。やつの車だな。一丁買いがってやるか。久しぶりだな、戸沢。どこかでお会いしましたっけ？1年前、うちの常連の先生が女とホテルに入る写真を雑誌社に売っただろ。ああ、そういえば。おかげでうちのガードが甘えってえらく叱られちまったよ。へえ、けどあの写真あんまり高く売れなかったんだよね。ちょっと小物すぎちゃって。なんだと？いやお詫びはしますよ。政宗、ダッシュボードから封筒を出して。早く。ずいぶん話が早いな。あれっこっすからね。ないわよ。あるって、そこに。ドア閉めろ。こんなことしょっちゅうなわけ？たまたまだよ。しつけえな。ちょっと事故らないでよ。事故ってほしくなかったら例の件話せよ。こんな時に。しばらく隠れてた方がいいな。警察に行ったら？そんなの必要ねえよ。あいつらだっていつまでも追いかけてるほど暇じゃないって。あんたもそうしてくれると助かるけど。それは無理だな。なんでよ。当然だろ。こんなネタ拾って黙ってるやついるか？あっそ、じゃあ私は何も知らない。お前な、これはどう見たってお前なんだよ。いくらお前が知らないっつったって、このまま雑誌に載せるや。やめて。そんなもんいくらでもコピーできんだぜ。やめてよ、リコには知られたくないの。お願い。そらまあわかるけど。局長、クルーザーで崩壊したネオジーンの結晶はラボに回しておきました。これは次の役員会議の資料です。ウィッチブレードが装着者を破壊するっていうのは本当ですか？昔の記録通りならな。じゃあマサネさんも？それはラボが調べる。もしそうだったら気の毒だな。そのウィッチブレードが議題に上がっているな。強引に入れてきたんですよ、バイオ局の局長が。ワドか。局長のこと目の敵にしてますからね。うるさいかもしれませんよ。確かに絡まれるとうるさいな。しつこいですよね、ほんと。奴が大学時代に何て言われていたか知っているか？え？靴に貼り付いたガムだ。言い得て妙ですね。暇だな。そうね。あまりこさんから聞いたけどさ、お前記憶ないって。ええ、リコを産んだことさえ覚えてなかったわ。それでよくやってけんな。大変だったわよ、最初のうちはね。でも親子なんだもの、なんとかなるものよ。ふーん。あのさ、私あんたの写真好きだよ。あ？マリコさんの店の。なんだ、あんな写真もう撮れねえよ。ま、俺も若気の至りで
全財産はたいて撮影旅行なんかしちまったことがあってさ、一丁前に手応えなんぞ感じて帰ってきたんだが、撮影したフィルムを真っ先に見せようと思ってた師匠も家族も彼女も全部亡くなっちまった。不思議と泣きもわめきもしなかったな。ただ気づいたら持ってたカメラのシャッター切ってた。あの瓦礫の下には俺の全部が入ってんだよ。ま、そういうこと。マリコさん言ってた、あの震災で何もなくしてない人はいないって。ちげえね。一緒なんだ。だな。つうわけだから例の件話せよ。あ？なんでそうなるのよ。お仕事お仕事。何よ、今しんみりといい雰囲気になったのに。普通じゃあ俺の胸の内に秘めておくよとか言うでしょ。バーカ、誰がそんなくせえセリフ吐くかよ。早く言っちまえよ。絶対嫌。あんたなんかに絶対言わない。なんだよ。お願いします。言ってください。星に願いを。私の愛が何だ届きますように。やべえ、こんな時に機嫌損ねちまった。中にいると危ないわよ。だな。お願いだ、言ってくれ。私の愛があなたに届きます。いつもなら勝手に。どうする、ここで始めるのか。変身しない。え、私の愛をあなたに届きますよ。逃げます言ってください。星に願いを。やべ、私の愛があなたに届きますように。おい、マサムネ、大丈夫か。土佐は取引しよう。は？何言ってんだ。私の取材させてあげる。その代わり里穂子に私から言いたいの。それまでは公表しないで。どれくらいだ。せめて1年。長え。それぐらい待ってよ。損はさせないわ。分かった、1年だけだからな。取引成立ね。私を嫌なんだ。逃げた。今までのと違う。なんだろう、すごく嫌な感じがする。忘れ物は。ありがとうございました。これもよし、あれもよしっと。うん、大丈夫。こんにちは。こんにちは。あの、何かご用ですか？別に。何かここに来た理由が欲しい？あの、ママが待ってるから。そう、ママが。じゃあさようなら。こんなもの。ハンボロね。何？俺の愛車だぞ。あ、ママ。リコ。あれ？どうしたのママ、戸沢ちゃんと。ああ、お前のママに仕事手伝ってもらってたんだ。ママ、気をつけないと。戸沢ちゃんママのこと狙ってるよ。な、そうね、気をつけよう。気をつけよう。おい、この、なんて親子だ。ママ、あのね、さっきね。ん？うん、なんでもない。あ、薬買ってきたよ。おー、サンキュー。私の愛があなたに。
ああダメだ、もう私は嫌なんだ。うわあ！ねえママ、東京って本当にいっぱい人がいるね。まだちょっとしか住んでないのにたくさん友達できちゃった。チョウさんにマリコさん、ナオミちゃん、マイケル、戸沢ちゃんも入れといてあげようかな。それに名前は知らないけど綺麗な女の人ともよく会うんだ。あ、公園で優しそうなおじさんにも会っちゃった。今度新しいお家を買うんだって。私たちもいつか可愛いお家買えたらいいね。